ひょっとしてあれが鎧の隙間。これで鎧の隙間を突き刺す。いや、こんな棒なんかで。そもそも後藤のスピードにかなうのか。こっちが起き上がればすぐに後藤の攻撃で体を引き裂かれて、ほとんど可能性ゼロじゃないか。でもやらなけりゃ確実なゼロだ。入った。やった。人間ごとけが許さん。来たけどもう限界だ。逃げられない。でも上出来だよ。あの程度じゃ大したダメージにならないかもしれないけど、とにかく一撃食らわしてやったんだ。あっ、なぜ硬質化の隙間が分かった。前にそこに血がついていたのを見た。それだけか。たったそれだけに全てをかけたということか。いいだろう、褒めてやる。だがたった一匹の人間に傷を負わされたのは我慢できん。消えろ。今度こそ本当の終わりか。誰だ、ミキか。逆らうな、後にしろ。何やってんだ。殺すんならさっさとやってくれ。長く苦しむのはごめんだ。俺の右肩先から入って左脇腹へ抜ける。即死だな。やみ、右。バカな、なぜ逆らう。何だというのだ。黙れ新一。右。すごい綱引きだな。倒す。お前らを今すぐ。無駄だ。こちら側に移動する際に重要機関をいくつか引きちぎった。完全修復しなければ戦えはしない。よくも。何が起こっているんだ。反乱だ。統率者以外の寄生細胞が本能的に危機を察知し逃げたがっている。今頭とそれ以外との間で壮絶な綱引きの真っ最中だ。でもなんでいきなり。君だろ。奴の体内深くに毒物をねじ込んだのは。毒。毒だ。毒だ。毒だ。毒よ。毒だ。やばい。許さん、許さんぞ、貴様ごときね。すさまじい怒りだ。奴の怒りの正体、それは脳を奪わなかった私には存在しない感情、すなわちこの衆を食い殺せ。その感情がより集まり増幅し、戦いを求め続ける戦闘マシーンが完成した。しかしそれももはや。綱引きの綱に切れ込みを入れるだけで全身が弾け飛ぶ。
俺はちっぽけな一匹の人間だ。せいぜい小さな家族を守る程度の。ごめんよ、君は悪くなんかない。でもごめんよ。帰ろう。